ただいまテスト中です。お、聞こえますか？初めてやるからよくわかんなくてテストしてます。もし何か質問とかあれば答えます。寒いですよね。宮古島も今日とっても寒くって、なんか11度ぐらいみたいなんですけど、もう北風が14メートル吹いてるので、もう体感気温的にはもう0度ぐらいです。南の島って言われてるけどもう寒いです。皆様のところもね、多分寒いと思いますけれどもね。キルトやられてますか？今日はね、ちょっとテスト配信でどんな感じかなってやってます。入退室は自由にしてもらって構いません。本当はね、何かキルトがあればよかったんですけれども、今作ってるものがねないので。こんにちは。今日はね、ちょっとお話だけにねなってしまうと思うんですけれどもね、もし時間があったらね見ててくださいね。こんにちは。あ、これね、加工してるんですよ。加工して見えてるのかな。今すっぴんなんですけど、こうなんか勝手にまつげとかつくんですね。こんにちは。テスト配信です。ありがとうございます。あ、動画見てくださってるんですね。ありがとうございます。今日も、あ、昨日か、昨日も立ちバサミケースを作り終わって、でさっきまで動画作ってたんですよ。で一段落したので、今ちょっとねライブ配信のテストしてます。立ちバサミケース持ってきますね。これさっき作りました。立ちバサミケースです。なんか最近このオレンジが多いなと思って、なんでですかね。なんか好きな色っぽくて、私がさっきこれね出来上がりました。今動画編集中です。結構ね編集時間かかるんですよ。ちょっと待っててくださいね。でこの間作ったのがこれですね。ラウンドポーチです。ごめんなさい。お、本当ですか。ありがとうございます。キルティング難しいですよね。そう、キルティングの動画のなんか質問が一番多くって、なかなかね伝えづらいっていうのがあって、まあまた今度ねキルティングすることあれば、またキルティングね動画あげようかなとは思ってます。見えるかな。うちが使ってるキルト芯はすごい薄いんですよ。市販のものじゃないんですけど、
ちょっと取り寄せてるんですね。でこのキルティングをするとこう溝っていうかね、こうぷっくりなるんですけど、このぷっくりなるにはやっぱりこの針目が細かくて均一になってないとダメなんですね。で皆さんこのへこみを出そうとしてすごく糸を引っ張っちゃう人が多いです。通信講座の生徒さんとかも結構糸を引っ張りすぎだなって思う人がねたくさんいます。実際は糸はそんなにね引かなくても針目が細かく同じ、テンポでやってるとこういう風にねなるんですよ。まあ難しいですよね。ねで YouTube の動画もなんか結構もうちょっと頻繁に上げたいんですけれども、キットを作ったりとか、あと動画の加工とかねやってるとやっぱ1週間に1個が限界で、今ちょっとねサボり中なんですけれども、この間作ったポーチじゃないソーイングケースこれですね。これも結構ね簡単に作れます。とりあえず全部の通信講座の作品は今動画で上げようと思ってます。さすがにねウェブショップにあるキットは全部無理なので、とりあえずソーイングケースとこの間ポーチとで今ハサミケース作ってます。今度日曜日にバケツトートバッグのね、これかあれのバケツトートバッグの後編、持ち手のね作り方からやっていってます。で持ち手の作り方はテキストにしか書いてないので、動画に上げるのは初めてなんですよ。ですのでまあね参考になるかなと思ってます。もし生配信だとやっぱり見るのが限られちゃうので、みんなからの質問を一回集めて、それで動画撮ろうかなと思ってます。何でもいいので気軽に DM とかねメールでもいいですし、リクエストください。今ね何個かもういただいているので、なんだっけ、ティアレの真ん中、このティアレの真ん中ね、この穴の開け方、綺麗にやる開け方と、あとモンステラとかの穴ですね、プカでも言うんですけれども、そこのやり方をアプリケね動画でね作ろうかなと思ってます。皆さん今日お休みですか？テレワーク？私はねずっとテレワークなのでね、いや寒いです本当に。多分今日はずっと私が映ってるだけなので面白くないと思いますけれども、なんかこれ手振る機能があるんだ。ほほほほ。まあ動画ね本当に動画は気長に待っててください。なんか写真ではブログとかでこうなんかこうイカ持って写真はね出してるんですけど、なんか動いてる先生が最近全然見れてないですって言われて、確かにそうだなと思ってはいるんですけど、何しろ基本的にあんまり外に出たくないっていうか
こっそりやりたい人なので、本当にたまにしか多分生配信はしないと思います。応援しありがとうございます。うん、キルティングの左手の動画、あーキルティングね、左手のあの下ってことですよね。うん、ちょっとなんとか左手下の手は取ります。これはね結構みんなから言われてるんですけれども、頑張ります。はいね、いやもう今全国的にね寒いんでね、宮古島も10度とかよくわかんないことになってるんで、なんか10度をなんか超えると下がるとなんか魚たちが気絶するみたいで、魚が浮いてくるらしいんですね。で、あの見たことはないんですけど、なんか網持って救いに行くらしいです。でも寒いからもう外にも出たくないので、まあ、こんなねもうボアのベストなんか着ちゃってるぐらいですから本当に寒い。うん、皆さんもねあの体調とか本当に気をつけてくださいね。お、レイさん久しぶり、元気かね。こんにちは。今日はねあのさっきも言ったんですけど、あの生配信のテストです。うん、なんかこの間あの昨日からアンケートを取ってたんですけど、結構ね皆さん希望する時間帯がバラバラで、うん、どうしたもんかなと思ってて、でなんかこの動画を撮ったら保存できるみたいな機能があったので、とりあえず今日はあのテストでやってます。であの質問とかねもしあれば今後の動画のね制作のヒントにさせていただこうかなと思ってます。全部はね多分無理なんですけれども、まあできる限りのことはねします。こんにちは。針目は上に出るのと下はなかなか同じになりません。うんね、同じになるといいんですけどね。これもねあのキルティング教えるにあたって一番大事なのは、なんか私がその人の手つきを見ないとなんかアドバイスがねなかなか難しいんですよね。でもちろん私がやってるキルティングを見ていただくってのもいいんですけれども、そう人によって全然癖が違ったりとか、なんかこう上の手が悪いのか下の手が悪いのかとかいろいろあるので、一概にはね言えないんですけどね。でも一応まあ上の見えてる目と下に隠れてる目がこう均等になってればねいいんですけどね、難しいですよね。あとやっぱ下の手の動きなのかな。ね、下の手の動きどうやって撮ろうかね。なんかカメラをただ下に下から撮ってるだけでも撮れるのかな、まあ、やったことはないんですけど、ちょっと頑張ってみます。うん、だから次回は、まあ、バケツトートバッグの後編の動画なんですけれども、こんにちは。そうアプリケのあのなんだっけプカのところをやらなきゃいけないかなと思ってて、その動画を一つ挟んでティアレとねモンセラの穴の話なんですけど、そ
このアプリケのやり方ですかね。こんにちは。今日はね、生配信のテストしてます。いつもいいねありがとうございます。本当寒いですよね。まあ、またね、突然生配信するかもしれないんですけれども、質問とか、まあ、こういうの取り上げてほしいとか、もしね動画であれば、メールでもダイレクトメールでもコメント欄でもどこでも大丈夫ですので、であと今ギャラリー投稿フォームも作って、まあ、ちょこちょこ来てるんですけれども、一応ね月1名様にプレゼントやってますので、気軽に投稿してください。はい、たくさん見てくれてありがとうございました。とりあえず今日はねテストなので、また次回やります。ありがとうございました。ステラでした。またねー。